第2クォーター、ショーエブレイザーズ自陣42ヤード付近からファーストアンテン、試合再開です。攻守交互ありまして、ショーエ反対方向に向かって攻撃します。ボールオン自陣42ヤードからファーストアンテン、さあまずランプレーから入ります。ショーブレザーズランニングバック29番ハスハラサクヤ選手、右の中央プレー7ヤードゲインを達成。7ヤードのゲイン、キャリア29番は柏原、近畿大学出身のルーキーです。ショーブレザーズセカンドダウン、ショーエ自陣49ヤードからセカンドダウン3、ナイスランファースト、ショーブレザーズファースト、再び中央へのランプレー、キャリア28番、ハンドオフを受けてスラントプレーにより中央突破、一気に攻撃権更新といたしました。28番佐藤和樹選手、中央ランプレー、見事攻撃権果たし、攻撃権更新を果たしたランニングバック28番佐藤です。敵陣に入り、ショーブレザーズ敵陣41ヤード付近からファーストアンテン、41ヤードに入りましたのファーストアンテン、ショーブレザーズランニングバック29番柏原達也選手、ボール持ち右の中央付近を突きましたが、大阪がスタンクス、ライバッター5番谷翔太選手がタックル、1ヤードのゲインで止めております。ショーブレザーズセカンドダウン、ファーストダウン獲得まで残り9ヤード、ショーエ相手陣40ヤードからセカンドダウン9、さあ再び中央へのランプレー、味方ブロッカーを壁に使うような形で54番72番のブロッカーをブロックを生かし、キャリア29番柏原選手中央突破、約4ヤードのゲインとしています。ショーエブレザーズサードダウン、ショーエブレザーズ54番の中村、近畿大学72番原、近畿大学出身のプレイヤーです。そしてそれを託されてキャリーしましたのは29番の柏原でした。ショーエーサーダウン4、さあ再び中央のアンプレーだ、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ファルマーター反則があったもよう、ランニングバック28番佐藤和樹選手の中央ランプレー、5ヤードほど減しておりますが、ファルマーター反則があったもよう。大阪ガスカンクス56番、ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードのバッターとなります。従いまして残り距離換算しまして、大阪ガスカンクス翔英攻撃権更新となります。翔英ファースター、ボールがスナップされる前に守備側の選手がニュートラルゾーン、ボールの幅のゾーンに侵入していたという反則です。5ヤードのペナルティ。さあこの大阪ガスの反則によりまして、翔英見事攻撃成功、5ヤード前進、渡すことができました。ファーストダウンを獲得、31ヤードに入りまして、翔英ファーストダウン、敵陣31ヤード付近からファーストダウン10、さあ試合再開となります。翔英相手陣31ヤードからファーストダウン10、
さあここでもランプレーを重ねます。ブレザーズラニワク26番パスに見せかけたランプレーでキャリア26番の突破力にかけました。ここは大阪ガススカンス、これはディフェンス陣集まりもよく約3ヤードのゲインとして2ヤードのゲインでとどめています。3ヤードのゲインでとどめております。キャリア29番は柏原でした。近畿大学出身。ショーエイブレザーズセカンドダウン。ショーエイ相手陣28ヤードからセカンドダウン7。一気に走る10ヤードナイスファースト。クォーターバックがここでパスプレーを展開しようとしました。しかしターゲット見つからずクォーターバック2番スカップ緊急発進のランプレーに変えました。相手タックルを浴びながらしかし見事に右の空を突破、一気に攻撃権更新としました。ショーエイファースター、ファーストダウンを獲得。ショーエイブレザーズゴール前、素晴らしい判断で攻撃権更新を果たしました。ショーエイブレザーズクォーターバック2番は山西、近畿大学出身。4ヤードこれにより翔英相手陣4ヤードからファーストアンドゥーゴータッチアン。ここで翔英ランプレーにより突破を図りました。大学26番ハンドフォークで右奥を突破、4ヤード走り相手タックルをかわし、そのまま右エンドゾーン隅に飛び込んだタッチャー。翔英6点獲得。翔英トライフォーポイント、キック成功1点追加。翔英ブレザーズ7点、大阪ガススカンクス14点となりました。ランニングバック6番大倉選手のタッチダウンで6点。大阪ガスの猛攻により先制を許す形になっておりましたが、ここでまず反撃となりますタッチダウンを決めました。失礼しました。ランニングバック26番金子見事タッチダウンをしましたが、翔英ブレザーズ26番の金子、近畿大学出身。トライフォーポイント、キッカー98番永瀬太一選手のキックも成功、1点合わせて7点を返しております。コメントありがとうございます。 H2 様、ツーバックの時のディフェンス、おそらくこれは大阪ガスのことを指していらっしゃるのだと思います。確かに得手増えてというのが各チームありますので、この点を翔英が突破口としているかもしれません。しかしまずその状況を打開するために大阪ガス反撃の攻撃のチャンスを得ようと、このキックオフリターンにかけます。翔英キックオフ、さあ大阪ガスリターンに入ります。このリターンよくゲイン35ヤード付近までリターンしました。見事なリターンをしましたが、大阪ガススカンクス9番先制の90ヤードタッチダウンを決めました。篠崎が決めました。篠崎俊博選手、大阪教育大学出身、35ヤードほどリターン。大阪ガススカンクス自陣36ヤード付近からパースアンテンの攻撃。大阪ガス自陣35ヤードからファーストアンテン。さあ大阪ガスまず中央へのランプレーで突破を図ります。大阪ガススカンクススピードに乗ってランニングバック27番中央突破を図りましたが、しかしこれは翔英ディフェンス集まりよく1ヤードのゲインに留めています。翔英ブレザーズラインバッカー43番キャプテン三上雄貴選手がタックル、タックルをしましたが、翔英ブレザーズ43番の三上です。チームキャプテンがここへ運動しております。大阪ガスセカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、密漁距離は9ヤード。パスゴーナイスゲーファースト
コーターバック18番、ここで中央に入り込んできたワイドレシーバー88番です。ワイドレシーバー88番、見事にキャッチしまして、攻撃権更新です。大阪スーパースター、パースランを獲得。パスを投じたクォーターバック18番は岡、チームキャプテンです。そして取りましたワイドレシーバー88番は林、大阪体育大学出身、大阪ガススカンクス、敵陣45ヤード付近からパースラン10。大阪ガス相手陣に入りまして、相手陣45ヤードからファーストアウト。さあ抜けた、ナイスファーストアウト。大阪ガスサンクス、ファーストアウト。ここで大阪ガスドロープレー、パスに見せかけたランプレーで中央突破、切れ込んだランニングバック9番、見事攻撃権更新です。大阪ガスファーストアウト。敵陣304ヤード付近からファーストアンテン。大阪ガス相手陣34ヤードからファーストアンテン。パスアゴーナイスキャッチ、パスアゴー。コーターバック18番、プレッシャー浴びながら左に乗ると、そこからワイドレシーバー88番にパスを通しまして、攻撃権更新です。大阪ガスファースター、林秀典選手へのパスが成功。ここでもクォーターバック18番岡、ワイドレシーバー88番林のホットラインが起動しております。大阪ガススカンクス、敵陣17ヤード近からファーストアンテン。17ヤードからファーストアンテン。さあそれはいったー、タッチダウン、大阪ガススカンクス、タッチダウン。ここで大阪ガスはランプレーを投入。ランニングバック相手タックルを受けながらそのまま振り切って一気にエンドゾーン獲得でタッチダウン。北澤武秀選手17ヤード走りタッチダウン。見事タッチダウンを決めました。大阪ガススカンクス、大阪ガススカンクスは28番。28番の北澤が見事タッチダウンを決めました。鳥取大学出身、エイジ40。そしてこのトライフォーポイントを決めまして1点追加。大阪ガススカンクス21点、ショーウェイブレザーズ7点となりました。ショーウェイブレザーズ7点、大阪ガススカンクスがリードしております。ここで大阪ガスは何枠28番の北沢の見事なランプレーにより攻撃、一気にタッチダウンを上げ、先ほど追いつかれかけたそのリードを再度取る形に成功しました。さあこれにより再び2タッチダウン差となりまして、大阪ガスのキックオフで試合再開となります。翔英、このリターンでその反撃の勢いとなる好位置を得ることができるでしょうか。さあリターンに入ります。左に流れながら一気に縦に切り上がりました。33番、自陣28ヤード付近の攻撃位置を確保しました。高森亮介選手のキックオフにより試合再開。リターナー33番は中川、リターナー33番、中川雄介選手20ヤードほどボールをリターンしております。ショイブレザーズ自陣27ヤード付近からファーストアンテンの攻撃。40歳の年齢の選手です。X2X3 はこういった形でエイジ40、エイジ50代のプレイヤーも健在で活躍しております。翔英自陣32ヤードからファーストアウト。さあここで右オープンへの展開を展開しました。ワイドレ左のワイドレシーバー4番沢田直哉選手、ジェットモーションスイープでしたが、これは大阪ガスディフェンス集まりよくノーゲイン。ダウン一つ失ってセカンドラウンドになります。原因はありません。ノーゲイン。4番はサードでした。旧中京大学出身。
ショーエブレザーズセカンドダウンテン、セカンドダウンテン、ボールオン自陣32ヤード、ナイスファーストクォーターバック2番ハンドオフェイから左にスイープ、ファーストダウン、味方ブロッカーを生かして左の方向を独走しまして、攻撃権更新です。ショーエブレザーズファースト12ヤードほど、レフリータイムアウト、負傷者によるタイムアウトを取ります。ここで負傷者が発生しましたのでレフリータイムアウトが入ります。ショーエブレザーズ先ほどのゲインは13ヤード、ランプレー決めましたのはショーエブレザーズクォーターバック2番の山西でした。近畿大学出身、本日は天候も気候徐々に厳しくなっております中ですが、この試合におきまして多くの方々に会場にてご観戦いただいております。大変嬉しいことでございます。ショーエブレザーズ自陣40ヤード付近からファーストダウンテン、試合再開となります。ショーエ自陣40ヤードからファーストダウンテン、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでプレーアクションパス、ランプレーに見せかけ、そこからパスを投じました。ターゲット12番、これを手にすることができましたが、キャッチできず、パス不成功となりまして、セカンドダウンに変わります。これではパスがインコンプリート、前パスが失敗しになりますと、ボールは元の地点に戻され、ダウンは一つ進みます。次の攻撃という形に変わります。ショーエブレザーズ、セカンドダウンテン。ショーエ、自陣40ヤードからセカンドダウンテン。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーにより突破を図ります。キャリアは28番でした。しかしこれは大阪ガスもディフェンス陣集まりよく、ゲームは約4ヤードに留めています。佐藤和樹選手左ランプレー、レフリータイムアウト、負傷者によるタイムアウトを取ります。負傷者が発生しておりましてレフリータイムアウトが入ります。ショーエブレザーズ先ほどのゲインは4ヤード。両チームとも負傷者が出るほど激しい攻防を見せております。これほどの戦いをしておりますが、来季 X2 に上がれとしてその席を得ることができるのはこのどちらか一方だけとなります。さあ試合再開です。ショーエー自陣44ヤードからサーダウン6、まで残り6ヤード、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。再びクォーターバック2番プレーアクションパスを投じました。ターゲットは8番でしたがこのパスわずかに届かず、パス不成功となりフォースダウンに変わります。ショーエブレザーズフォースダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード、パントを蹴る模様、パントフォーメーション、フォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。ここで攻守交代、ショーエブレザーズフォースダウンの攻撃、関東競技攻撃権放棄、大きく陣地を挽回しております。攻撃権はイエローのユニフォーム大阪ガススカンクスで移ります。
大阪ガススカンクス自陣32ヤード付近からファーストダウン戦の攻撃、前半終了までは残り3分ちょうど。オフェンスシリーズ注目しておきたいと思います。攻守変わりまして大阪ガスの攻撃に変わります。ボールオン自陣32ヤードから大阪ガスファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。大阪ガススタンス中央突破を変わりまして篠崎俊弘選手中央ランプレー、約4ヤードのゲイン、ゲインは4ヤード。キャリア9番は篠崎、大阪教育大学出身。大阪ガススタンスセカンドダウン、大阪ガスセカンドダウン6。ボールオンは自陣36ヤード。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。クォーターバック18番、ここで右にクォーターバック18番岡選手右サイドへパスを投じましたが、そこで奥にパスを投じました。裏を突くような形でロングパスを投じましたが、このパスはオーバースロー。ボールの点に戻されダウンが1つ進みます。サードダウンに変わります。大阪ガススカンスサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード。パス成功、大阪ガススカンクスパスタウン。クォーターバック18番岡選手からランニング34番立間選手への立間選手のパス、レフリーバイバル攻撃権更新を果たしました。大阪ガスパスタウン、見事なプレーで攻撃権更新を果たしました。クォーターバック18番は岡、大阪ガス関西大学出身、9ヤードゲインしパースタウンを獲得。そしてチームキャプテンを兼ねております。自陣45ヤード付近から大阪ガススカンクスファーストダウン10。自陣45ヤードからファーストダウン10。さあポケットは持っている、素晴らしいオフェンスライン。さあそしてパスを通りました。このパス変わっております。クォーターバックジャジャン、クォーターバック18番岡選手からワイドレシーバー11番平田義則選手へのパスが成功、9ヤードのゲイン。ここでホイッスル、チームタイムアウト、大阪ガススカンクス前半1回目。大阪ガス、ここで前半1回目のタイムアウトを使いました。スス前半1回目のチームタイムアウト、アメリカンフットボールは双方ともに前半後半各チーム前半に3回後半に3回それぞれチームタイムアウトを要求することができます。ここで試合時間を確保したく、まず1回目のタイムアウトを取りました。時計を止めるため前半1回目のチームタイムアウト、1分36秒となっております。アメリカンフットボールはこの時間の使い方も問われる競技です。ボールを持った選手が倒れた場合は時計が回り続けます。しかしボールを持った選手が外で出る、あるいは前パスが失敗した場合には時計が止まります。これによる時間のロス及びできる限り消化するといった、その駆け引きもアメリカンフットボールの勝敗の要素になってまいります。チームタイムアウトを解けまして大阪ガススカンクスセカンドダウン。さあタイムアウト解けて試合再開です。残り1ヤード、大阪ガスセカンドダウン残り1ヤードから試合再開。大阪ガススカンクス、ランニングバック6番、川上雄介選手、クォーターバックにピッチを受け、選択プレーをしました。右オープンへボールを展開しましたが、ランニングバック6番にピッチしまして、右オープン突破を果たしましたが、ゲインはありません。このランプレー、ゲインありません。サードダウンに変わります。大阪ガス、大阪ガススカンクス、サードダウン、サードダウン獲得まで残り1ヤード。1分30秒でサードダウン残り1ヤード。さあ中央のプレー、翔英ディフェンス11番も中央突破、飛び込みましたが、しかしそれをすり抜けて大阪ガス攻撃権更新です。大阪ガスファースター、
見事攻撃権更新果たしました。ランニングバック28番は北沢、鳥取大学出身のエイジ40。パスはゴー、パスはゴー、クォーターの口足番、マジレシーバー1番、パス当時、これ見事に攻撃権更新しました。パスは成功、パスダウンを獲得、大阪スーパースター相手陣23ヤードから大阪スーパースダウン点、ここでパスを叩きつけてパススパイク、パスは失敗です。パス失敗としまして時計を止めます。クォーター18番、大川選手スワップを受け、ゴールスパイク、時計飛び出して前半残り時間1分4秒で時計は止まっております。前半終了まで残り時間1分4秒。アメリカンフットボールはプレー開始直後にボールを前に叩きつける形のスパイクが認められております。しかし直後でなければいけません。大阪ガスセカンドダウンテン、ボールオンは相手陣22ヤード。大阪ガススタンス、パスコーダーバック18番、大川勇選手から、ワイドレシーバー88番、林秀則選手のパスが成功、林選手そのままボールをエンドゾーンに持ち込み、タッチダウン、大阪ガススタンス6点を追加、大阪ガス6点獲得、見事タッチダウンを決めました、ワイドレシーバー88番は林、大阪体育大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライ4ポイントのキック、キッカーの高森見事決めまして1点追加、大阪ガススカンクス28点、ショーウェブザーズで7点となりました。さあこれにより大阪ガスは前半で4本のタッチダウンを上げる形に成功しました。前半残り時間は57秒となっていますが、翔英この時間を使いましてその反撃となるタッチダウンを上げることができるでしょうか。まもなく大阪ガスのキックオフで試合再開となります。ただいま得点を挙げました大阪ガススカンクスのキックオフで試合が再開されます。さあ翔英リターンに入りました。左方向に大きくまくる形で自陣33ヤードキッカーの攻撃を得る形になりました。高森洋介選手のキックオフで試合再開、翔英ブレザーズリターナー33番中川雄介選手23ヤードほどリターン、リターナー33番は中川、翔英ブレザーズ近畿大学出身、自陣33ヤード付近からファーストアンテンの攻撃、前半終了まで残り時間47秒、翔英自陣33ヤードからファーストアンテン、試合時間前半残り47秒。さあドロープレーから入りました、翔英ブレザーズランニングバック29番柏原達也選手、攻撃権更新です。翔英ファースター、ランニングバック29番は柏原でした、近畿大学出身、11ヤードほど減しファーストダウンを獲得、翔英ブレザーズ自陣44ヤード付近からファーストダウン10、翔英自陣44ヤードからファーストダウン10、ランプレーでしたので時計は回っております。さあ再びランプレーでしたが、これは大阪ガスのディフェンス、ナイスです。柏原達也選手ボールを持ちましたが、大阪ガススタンス29番の突破にかけましたが、これを大阪ガス31番が見事にロスタックル、森田神戸大学出身、素晴らしいディフェンスの仕事を決めました。第2クォーター終了、ハーフタイムです。ここで前半終了です。ここで第2クォーター終了、前半終了です。
NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2022大阪ススカンクス2が点 X2 X3 で開催本日の第1試合3タッチダウンリードという形で前半戦終了となりました。ショーエブレザーズの試合前半